い、今回の EV テストは Audi Q4 e-tron です。で、Audi の場合はですね、フォルクスワーゲングループの中にありますけれども、恵まれているというか、EV のプラットフォームすでに結構あるんですね。まあこのモデルの場合はフォルクスワーゲンが開発した MEB というものです。で、その他にもポルシェタイカンと同じ J1 プラットフォームだったり、まあ、あと、もともと、エンジン車とかハイブリッドと一緒の、まあ、e-tronのモデルですね。あれの SUV のモデルなんかの、プラットフォームがありますし、さらに、まあ、ポルシェと共同開発して、まあ、ミドルサイズ以上の、モデルになる、PPE ですかね。この辺が、まあ、用意されてるんで、多分、どこのブランドよりも有利かなっていう気がします。いろんな種類の車を、素早く用意することができる。で、200万台規模のメーカーとしてはかなりその EV 化をどんどん進められるっていう利点があるのかなという気がしますね。で、Q4 e-tron の場合は MEB ですから一番こう小さなクラスと、アウディの中では小さなクラスということになりますね。まあ、フォルクスワーゲンの ID4 とハードウェア的なところは大体同じですね。で、日本仕様の ID4 Pro と、この Q4 e-tron は、大体スペック的にも似てます。後輪駆動で、バッテリー容量ちょっとだけ違いますけれども、航続距離は560キロ前後というところで、まあ大体同じかなというところですね。でも、アウディの方がやはり、こう、パドルシフトがついてるとかですね、ちょこちょこといろんな違いがありますんで、まあ、その分、少しドライバーズカー寄りなのかなという感じがしますし、あと、やはりデザインなんかも、こう、ある意味実直なフォルクスワーゲンと少しやっぱりプレミアム感の高いアウディというところで結構個性の違いは出しているのかなという気がします。で、今回ですね、この EV テストは大体同日に2台ずつ連れてくるんで、実は ID4 と一緒に持ってきてますんで、まあ多分燃費はほとんど変わらないような気がするんですけれども、実は ID4 の方がスタッドレスタイヤをついてるんで、こっちは普通の標準のサマータイヤなんで、まあその辺でもしかしたら違いが出るかなとか、思ってます。まあ走りの味わいも含め、似たようなハードウェアなんですけれども、なんか違いがあるのかなというところを興味深く見ていきたいなと思います。はい、Audi Q4 e-tron に試乗してきました。今回はですね、1日2台、連れてくる中で、同じプラットフォームのフォルクスワーゲン ID4 と、一緒に連れ出したんですけれども、ID4 の印象はですね、結構、こう、普通の車というか、なるべくこう、例えばゴルフカー乗り換えても違和感がないような作りになっています。で、これもですね、やはり、ハードウェア的にかなり同じような部分があるんで、
結構その辺は似てるかなというふうには感じています。ただやはりアウディなんでエクステリアとかインテリアとか少しプレミアムな感じがあるし、まあ、今までのアウディ車に非常にこう近いという部分もあります。あとタイヤがですね、こちらサマータイヤということもあって、乗った感じは結構その少しスポーティーな部分、アウディらしい、まあ快適なんだけどスポーティーみたいな、バランスのいい、乗り味だったなと思います。ただこの手の車というか SUV でそこそこ CD セグメントぐらいになるとですね、まあ他のメーカーのモデルもそうなんですけれども、ちょっとやはり足が固めになるっていうのは傾向としてありますね。どうしてもこれよりもっと大きくてもっとプレミアムな価格帯のものになると、例えば可変ダンパーとかエアサスペンションとかハイテクを使い始めるんですけれども、ここら辺がギリギリコンベンショナルな普通のサスペンションでやるんで、さすがにバッテリー EV になると重量が増しますので、やはりこの操縦安定性とかとこう整合性を取ろうとすると少し固めになって、でまあドイツ車らしいといえばドイツ車らしいんですけれども、高速域すごくいいなと思うんですけど、低速で道がちょっと荒れてたりするとちょっと硬さ感じるなみたいなところは、まあどうしてもあるかなという気がします。まあこの辺もこれからどんどん進化していくと思うんですけれども、まあ多分もともとすごくドイツ車好きで、ちょっとやっぱりハイスピード寄りの、引き締まった乗り味が好きという人だったら許容範囲かなと思いますけれども、そういったところはね、やはり自分で一回試乗してみて確かめてみてほしいなというふうに思いました。